俺昨日ね八戸でワンマンをやる。必ず時間はかかるかもしれないだけどあっちでも人気者になって必ずワンマンをやる、そういう誓いを立てて今夜ここに来てます。みんなと仲良くなれたらきっと八戸で開催するワンマンにも何かいい流れができるんじゃないか、そう思ってずっと考えてたのね。でもさ、青森の人間に昨日の打ち上げでいろんな話聞いたのよ。南部弁、津軽弁、みんな違った。どうやら会話が成立しないんだって。わかんねえんだ、神奈川県の人間。ごめんね、シティボーイ。なんだけど、方言ってさ、憧れがあって、え、あの青森、遠くの、